どうも矯正パンダです。今日はですね、第2次桂太郎内閣について受験20回経験している僕がですね、受験に関する受験に出そうな知識を面白く分かりやすく解説していく動画やっていきます。まずは第2次桂太郎内閣の概要、次にこんな順番で第2次桂太郎内閣の時に起きた出来事を解説していこうと思います。早速やっていきます。まず桂太郎内閣の概要についてですね、所属している派閥、これはですね、相変わらず立憲政友会 VS 長州閥、長州閥の中でもね、山形有朋派という名前に変わってるんですけども、山形有朋派か立憲政友会かどっちか、相変わらず山形有朋派ですね。はい。で次です、任期ですね。1908年の7月から1911年の8月までこの人総理大臣やってましたと。はい。でもなかなか長期政権ですよね。頑張ってますよ。はい。はい、じゃあ次ですね。1つ目、1910年の戊辰詔書発布。これ何なのか説明していきます。戊辰というのはね、当時のね、1908年をね、戊辰というふうに呼んでいたんですけども、これはまあ軽く流しておいてですね、詔書、これは御事の折という字を使うんですけども、天皇が、明治天皇様が命令した、そういうことを示してるんですね。戊辰詔書というのは明治天皇さんが国民に対して命令したものだと。はい。じゃあどんな命令内容なのか、これも言ってきます。内容はですね、とにかく質素倹約、そしてめちゃくちゃ働こう、こういうふうに言ったんですね。お金あんま使うなと、そしてめちゃくちゃ働けと、こういうふうに言ったわけですね。なんでか、これまでの前回のですね、第1次西園寺気持ち内閣で、西園寺気持ち内閣がめちゃくちゃお金使いました。もう軍事費ね、軍事のために、軍事の成長のためにお金使うし、鉄道もいっぱい作るしで、ね、お金いっぱい使っちゃいました。お金なくなりました。じゃあどうするか、とにかく質素倹約だ、そうやって言ったんですね、明治天皇さんは。はい。という考えを示されましたと。はい、じゃあ次ですね。1909年の7月、地方改良運動開始。これ何なのか、先ほどの戊辰詔書の考えを示された戊辰詔書の考え、これをですね、具体的にあらゆる地方で具体的にその行動を起こそうと、そういうふうな働きかけをした、これが地方改良運動なんですね。実際に天皇様が示された戊辰詔書の考え、質素倹約勤労、この考え方をですね、とにかく各地方に伝播する、そして具体的に働きかける、こういうことをしたんですね、内閣が。はい。なかなかね、強烈な感じですね。はい。はい、じゃあ次ですね。1909年の10月、伊藤博文暗殺。これどういうことか説明していきますね。伊藤博文さんって今どこにいたんだろう、これをまずね、おさらいします。まあね、4回も内閣総理大臣になった後にですね、この人は前回の西園寺金持ち内閣の時にですよ、韓国に派遣されてます。なんでか、どういう役割でか、韓国統監府という場所のトップになったわけです。じゃあ韓国統監府ってどういう場所か、外交を司る場所ですね。韓国の外交を完全に掌握し、そしてその外交をね、実際に担う、そういう役割を伊藤博文さんは担ってたわけですね。そういうことをやってた中ですよ、アン・ジュコンというね、この人がですね、もうね、ハルビン駅っていう駅でですね、もうブスッとね、こう暗殺しちゃったわけですね。それでね、伊藤博文さんは場合ならと、こういうことが起こってしまったわけですよ。なかなかこんな最後を遂げるんだと、なかなかね、強烈な最後ですね。はーい。はい、じゃあ次ですね。1910年の3月、立憲国民党が結成された。これ何なのか説明していきます。第3次、伊藤博文内閣の時に、憲政党という政党があったのを覚えてますかね。それがですね、憲政党と憲政本党の2つに分かれてしまいました。憲政党の方は板垣退助とかが所属していた。そして憲政本党の方は大隈重信が所属していたと。憲政党は後に立憲政友会に代わって、伊藤博文とか、あとはね、西園寺金持ちとかが所属してたと。じゃあ憲政本党はどうなってたのか、あの大隈重信も所属してた憲政本党はどうなってたのか、これです、立憲国民党に変わってたんですね。
こういうふうに変わったと。で、立憲国民党のトップというのは犬飼剛さんです。犬飼剛さんというのはね、この今後ねめちゃめちゃ出てくるんですね。護憲運動という政治運動に参加したりとかね、もしくはね後にねなんと総理大臣になったりするんですよね。この人は結構キーマンなので覚えておくといいと思います。はい、はい、じゃあ次ですね。1910年の5月、大逆事件、これが起こりました。これ一体何なのか説明していきます。当時ですね、日露戦争が終わった後あたりからですね、もうね特にね国民は苦しんでましたよ。お金がね全然なかったわけですよ。なんでかというとね、軍事費とかねそういう方向でいっぱい国がお金を使って税金を使いました、国民のね。でお金がなくなっている中で社会主義者と言われる人たちがですね、一生懸命ね国民の労働者の権利を守れという運動をしてきましたと。日比谷焼き討ち事件、赤旗事件、こういう事件が起こりました。その中でですね、国はですねもうめちゃめちゃこうなんとかしなきゃってことでね、いっぱい対処してたわけです。エネルギーも使いました。そういったね背景がある中でですね、大逆事件、これが起こりました。これ何かというとですね、見せしめですね、いわゆるね、もう今後社会主義運動なんて大っぴらなことはするのではないと。そのためにですね言いがかりをつけました。あ、社会主義者がどうやらね日本の最高権力者明治天皇を暗殺しようとしてるなと。じゃあこいつらはもう生かしておけんというようなこじつけをしてですね、実際そんなことはあんまり思われてなかったそうですね。なのにこじつけをしてですね、26名ものね社会主義者を処刑したわけですね。という強烈な事件がこの第二次桂太郎内閣の時に起きてしまいましたと。なかなか衝撃ですね。これはねちょっとあってはならなかった事件なんじゃないかとちょっと僕も思うくらいですね。はい、これも結構品質なのでぜひ覚えておいてほしいと思いますね。はい、はい、じゃあ次ですね。1910年の8月、韓国併合条約調印、これですね。韓国が日本の植民地に正式に決まったと。もう、まあ、実質ね植民地だったんですけども、もう正式に韓国がですね日本の支配下に入ると。そして韓国という名前も朝鮮に変え、そして韓国統監府っていうね外交を司る人が今まで言ってたんですけども、今後ね朝鮮総督府という形で名前を変えて、まあ、外交を司る人が設置されると。そしてですね初代はですね寺内正武さんっていう、この人もねまあ後にね総理大臣になるという人が初代になりましたと。はい、まあねよくね伊藤博文さんが暗殺されたというこのなんか結構怖い状況でですね、よくねその土地に赴いてね頑張ったなと思いますけどもね、僕なんかはね。はい、はい、じゃあ次ですね。1911年の2月、日米通商航海条約が改正されましたと。これ何なのか説明していきますね。なんとですね、ずっと日本はね不平等条約というものに苦しんでたわけですね。ペリー来航の時とかね結ばれたね日米和親条約とか、そういう日米修好通商条約とかありました。あれの時にね関税自主権がないとかですね、領事裁判権というものが向こうに あるとか、そういうね不平等な内容があったわけですよね。これは困るなとね、自分の国ではね領事裁判権、僕らの国ではねもしね向こうの国の人たちがやってきてね悪事をやっても裁けない領事裁判権がないわけですからね、とかね関税自主権、自分たちがね関税自主権っていうものをね持ってないわけですよ。つまり税金をね相手から輸入してきたものにねかけられないわけです。相手はね安い金額でね物を売り放題ですよ。で日本国内で売ってる金額よりもねもし安かったらですね全然売れなくなっちゃうと、こういう不平等さがあったわけですね。それがですよ、ようやくですね関税自主権の方が撤廃されました。この条約でね小村寿太郎ちゃんっていうね外務大臣がね頑張ったわけですよ。いやー素晴らしい、よくね改正したということで、もうあっぱれですね。これでですね日本はですね、例えばですねリンゴをね向こうがねまあ10円で売りたいわ、そしたら俺らの国のやつ売れるからねって言ってきたとしましょう。日本国内で100円で売られててね、絶対海外産の買いますよね。そこをですね関税って形でねよし90円かけてやれっつってね、ちょっと高めにね売ることができるようになったと。これはね大きいですね。はい、はい、じゃあ最後ですね。工場法、これを1911年の3月、工場法、これを公布しましたと。これ何なのか説明していきます。工場法っていうのはですね、当時本当労働者すごかったんですよ。
普通に12歳未満の人が働いてたし、しかもね、12時間なんて余裕で超えるくらい働いてたわけですよ。それをね、一応ね、やっぱりね、労働条件改善させましょうということでですね、12歳未満の労働はダメだっていう風にしたりとかですね、あとはね、12時間をマックスにしようね、労働っていう風に言ったんですね。まあでもどっちもね、信じられない数字ですけどもね、そういう政治、そういう、法律が定められましたと。はーい。はい、そしてね、最終的に第二次カスラタの内閣がどうやって終わったのか、これなかなか珍しい終わり方したんですけども、なんとね、上位統合という言葉で表されるんですけども、立憲政友会っていう、まあ、いわゆる敵とのですね、仲のいい円満な政権授受、政権の受け渡しが行われて終わったと。なかなかね、こういう終わり方珍しいんですけども、こういう形でね、桂太郎内閣の支持率が下がったから終わったとかではなくてですね、まあ、円満に、はい、じゃあ次立憲政友会に政党のね、まあ、政権をあげますかねということで終わりましたと。はい、そういう感じですね。以上です。今日もね、見てくれて本当にありがとうと思っていますというところでね、もしよかったら登録してくれると嬉しいなとか思ったりしてますよ。そしてね、さらによかったらね、通知ボタン、あれあるでしょ？あのベルマークのやつ。あれもね、ポチッとしとくとね、ちょっとね、僕の動画がね、上がった時に通知行きやすくなるんでいいと思いますね。あとはね、できればね、毎回見てもらえるとね、結構面白い日本史の知識がどん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 簡単に頭に入っていって、すごくいいこと起こると思います。ということで、以上です。バイバイ。次回もよろしくねー。